霧に包まれたゴールデンゲートブリッジカリフォルニア州の気候は、緯度、標高及び海岸からの距離によって、砂漠気候から亜寒帯気候まで様々である。州の海岸部と南部は地中海性気候であり、幾分雨の多い冬と乾燥した夏を経験する。太陽の影響で一般に極端な気温の上下を抑えており、特に海岸地域では暖かい冬とかなり冷涼な夏を生んでいる。 沖合の冷涼なカリフォルニア海流は、冷たい海面下水の優勝によって強められ、海岸近くで夏の霧を発生させることが多く、北部海岸では温暖な西岸海洋性気候を、メンドシーの岬あたりから南では温暖な地中海性気候を生んでいる。内陸では大陸性気候に近くなり、その他の地域では半乾燥のステップ気候となり、 冷涼な冬と著しく暑い夏が特徴である。特に、セントラルバレーのような標高の低い内陸のバレーでは、暑い海洋性気候となり、亜熱帯気候の気温となるが、はっきりとした夏の乾燥シーズンと冷涼で霧と雨の多い冬のシーズンとに分かれている。南部の海岸に接している地域と標高の低い、内陸のバレーの間の温度差は、冬で約シナ7度あり、 夏にはおよそかし25度ある。温度勾配は海岸部に近づくと最も大きくなる。例えばサンフランシスコでの7月と8月の日中の平均最高気温は歌詞72度であり20マイルほど内陸のウォルナットクリークでは歌詞87度となり1マイルに月約歌詞1度高くなる。南部では冬の温度差が約歌詞4度、夏の温度差が 火二23度となる。海岸部のサンタモニカでは8月の日中の平均最高気温は火七75度であり、10マイルほど内陸のバーバンクでは下死90度となり、温度勾配は1マイルにつき約下死1度以上となる。サンタバーバラとデスバレーの間の温度差が最も極端であり、日地転換の冬の温度差は約下死4度、夏の温度差が火三35度となる。 サンディエゴ市周辺の最南西部では、半乾燥で暖かいステップ気候となり、冬でも乾燥している。内陸のサンバーナーディーノ市では、冬の気温が下肢30度まで下がり、夏には下肢109度まで上がる。これは、同市が太平洋から100マイル内陸に入っているためである。南東部は暑い砂漠気候であり、その北では温暖な砂漠気候に変わる。中東部、 モハーベ砂漠の北部にデスバレーがあり、西半球では最も暑い場所となっている。夏には気温が下肢120度まで上ることが通常である。西半球で記録された過去最高気温は1913年7月10日のデスバレーで下肢134度だった。下肢130度を超える気温が2005年にも観測された。 デスバレーの7月における24時間平均気温は、下市101度である。下表は、各都市の月ごとの平均最高気温と最低気温を示す。上段は、摂氏、下段括弧内が下市である。太平洋からの西寄りの風が湿気をもたらし、州の北部は、通常南部よりも毎年多量の降水がある。カリフォルニアの山脈も気候に影響する。 西からの湿気を含んだ空気は山に登って冷やされ水滴を落とす。州内で最も雨の多い地域は山の西側に向かった斜面である。カリフォルニア北西部は年間雨量が15インチから50インチの温暖な気候である。セコイアの森がある地域は年間100インチ以上の雨が降る。セントラルバレーは雨量に大きな幅がある。その北部は 太平洋岸北西部から吹き下ろす冬の嵐によって、かなり大量の雨が降り、一方南端の地域は、雨が少ないために砂漠に近いものとなっている。セントラルバレーの一部は時として、地元で、トゥーリーフォックと呼ばれる、暑い霧に覆われることがある。シエラネバダ山脈、カスケード山脈及びクラマス山脈など高山域は、冬に、雪が降り夏は温暖からやや暑くなる。 高山気候である。タホコマンモスレイクス及びシャスタさんのスキー場ではシーズンに毎年10フィート以上の降雪があり、年によってはそれ以上のことがある。雪の多いところでは、例えば毎年7月4日にスキーの競争が行われている。山脈の東側は乾燥した雨影にあたる。カリフォルニアの砂漠気候地域は標高の高いシエラネバダ山脈と 南カリフォルニアのトランスバース山脈や半島山脈の東側にある。南カリフォルニアの山脈の東にある標高の低い砂漠はインペリアルバレーやコーアチェラバレー及びコロンビア川下流を含めそのラ砂漠の一部となっており、夏は暑く、冬は霜もほとんど降りない温暖差である。東カリフォルニアの標高の高い砂漠はモハーベ砂漠、オーウェンズバレー及び モドック高原など、グレートベースン地域の一部であり、夏は暑く、冬は寒い。夏の特に6月から9月初旬にかけて、メキシコモンスーンの影響を受け、太平洋の熱帯部にあるカリフォルニア湾あるいはメキシコ湾からの湿気を砂漠に運んでくる。これが特に山岳部に短時間ではあるが時として、滝のような雷雨をもたらす。 カリフォルニア州はその長い海岸線があるにもかかわらず、熱帯性サイクロンに襲われにくい。北、太平洋から冷たいカリフォルニア海流が流れ、嵐は西に火事を切る傾向にあるために、その歴史の中では1939年に嵐が海岸を襲い、ロサンゼルス地域や内陸の砂漠に豪雨を降らした時と、1997年に、 ハリケーンのらが襲ったことの2回しか熱帯暴風雨は記録されていない。熱帯低気圧の名残がカリフォルニアに及ぶのはもっと回数が多く数年に一度の割である。ザカサンカジの現場、カリフォルニア州でも2番目に大きな山火事カリフォルニアの夏は暑く乾燥するのが通常である。このことで山火事を起こしやすくなる。これは生命を脅かすものであり。 緊急対避もあり得る。海岸部では夏もし、夏季の用語はカリフォルニアの地方で特有の気象現象を表現するために使われている。ありがとうございます。